付属病院担当理事の大竹でございます。本日は蒲田病院長が急な要件で出席できなくなりましたので、私が代わって報告をさせていただきたいと思います。付属病院では地震の後、安全確保ができた段階で日直のスタッフや登院できたスタッフで患者さんの状況把握及び被災状況の把握を行いました。付属病院では令和元年8月に事業継続計画、いわゆる BCP を制定しており、また防災訓練とその訓練結果に基づく BCP の見直しを毎年行っております。そのためこれに基づいて速やかに対応することができました。1月1日の18時には付属病院の災害対策本部会議を設置することを決定し、状況の取りまとめを行うなど迅速な対応を行いました。なお付属病院の災害対策本部会議は1月24日までほぼ毎朝開催するなど、定期的に開催することで各部署が持つ情報の共有を行い、適切かつ効果的な対応に努めてまいりました。患者さんの安全が確保されたことが確認でき、また被災状況については外壁の一部が剥がれたと見られましたものの、医療機器、医療設備や電気、水道といったライフラインに異常はなく、診療を継続することが可能であることが分かりました。そこで付属病院の災害対策本部では次の方針で対応することを決めました。すなわち北陸地域の医療の最後の砦として高度医療の提供を維持すること、さらに能登地域の医療支援活動を両立することではございます。本院は大学病院として、また特定機能病院として高度医療の提供を地域から求められております。被災地であっても高度医療の提供を維持することを確認したわけでございます。そして高度医療の提供を維持しつつ、災害医療派遣チーム DMAT をはじめ、能登地域への医療支援活動を行うことを決定しました。この方針に基づいて、教職員にメールでメッセージを発信するとともに、一般患者さんや本院の関連病院に向けてもメッセージを発信いたしました。実際の医療支援活動についてですが、まず災害派遣医療チーム DMAT の派遣を行いました。1月1日に石川県庁内に DMAT 活動支援室が立ち上げられ、公立のと総合病院と石川県立中央病院に活動拠点本部が設置されました。これに対して本院は石川県立中央病院の活動拠点本部に DMAT の構成員となる職員を派遣しました。左側の写真ですが、この時のものです。石川県立中央病院の中にホワイトボードを運んでいる場面です。普段の診療では電子カルテを使用していますが、このような非常時にはその場にいるスタッフが状況を把握しやすいように可視化する必要があります。そのためホワイトボードが多く必要になり、運べれているような運び入れを行いました。真ん中の写真が実際に私立輪島病院に行った時のものです。他県からの DMAT も含めて病院のエントランスでミーティングをしています。天井から下がっているのが見えると思いますけど、これは蛍光灯がぶら下がっているものです。そして右側の写真ですけど、輪島市内を移動している時に車内から撮影したものです。家屋が倒壊しているのが分かると思います。 DMAT はこのような中で活動を行いました。ただ石川県の DMAT の輪島市での本院職員の活動は1月3日で終了いたしました。なぜかといえば、あまりに被害が大きく、写真からも分かるように能登地域の医療機関自体が機能不全に陥る危険性が高く、被災地での活動ではなく病院に戻って今度は受け入れ側で頑張ってもらった方がいいという判断を行ったからであります。そして1月4日に付属病院内に DMAT の指揮所を立ち上げました。 DMAT 指揮所では石川県立中病院の DMAT 活動拠点本部と連携を取り、他県の DMAT の協力も得ながら、元地域の病院にいる患者さんや被災で怪我をした方の金沢での受け入れ先病院の調整を行いました。当然本院でも重症患者さんを中心に受け入れを行っております。指揮所の立ち上げ日の4日には珠洲市総合病院から異次血液透析患者11人を受け入れ、
透析カレオを回数など多くの患者さんを受け入れました。他の病院で受け入れできなかった骨折や脳血管障害の患者を多く受け入れ、夜間も含めて24時間体制で対応いたしました。特に開放骨折が立て続けに運ばれてきて、損害固定器がなくなることでした。開放骨折とは、骨折と同時に皮膚が破れて骨折が露出したものを言い、治療を急ぐ必要があります。本院で多くの患者さんを受け入れました。左上の写真は本院のエントランスで多数の患者さんの受け入れにあたりミーティングをしている様子です。救急車や自衛隊の車両によって次々と患者さんが搬送されてきました。左下の写真が附属病院前に救急車がたくさん並んでいる様子です。多い日は1日に40名の受け入れを行っています。また、附属病院ではヘリポートを令和5年5月に整備しており、ドクターヘリでも患者さんの受け入れを行いました。ドクターヘリは救急車と比べて当然移動時間が短く、病状にもよりますが患者さんの負担が少ないため整備しておいてよかったと思っています。また能登地域の患者さんの受け入れのほか、基幹災害拠点病院である石川県立中央病院の負担軽減のため ICU の患者さんを本院の ICU に受け入れるなど、地域の医療体制の確保にも努めました。この結果、本院では DMAT 等からの搬送により185名の患者さん、災害関連の患者さんを受け入れております。その後、患者さんの受け入れの方は一段落しましたので、指揮所を閉めて能登地域での活動を再開することといたしました。1月19日には日本医師会災害チーム、災害医療チームの JMAT の一員として七尾市の避難所で診察を行いました。医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、連絡員の多種職編成のもと、血栓症が疑われる方を中心に診察を行っております。左の写真と真ん中の写真が診察の様子を示しており、足の状態を確認しております。右の写真は七尾市の避難所である駒山小学校の前で撮影したものです。2週間以上経った避難所でも地面のコンクリートが割れたままとなっており、被害の大きさと避難所の環境が推察できるかと思います。1月28日にも JMAT の一体として七尾市での活動を行っております。また 1.5 次避難所である石川総合スポーツセンターでの活動も行っております。 1.5 次避難所での受け入れ開設日の1月9日から内科系の医師が交代で診療を行っています。土日は医師会の先生方が担当しておられますが、夜間は本院内科の医師がオンコール体制で対応しております。22日からは本院研修医専門医総合教育センターが調整し、初期研修医の地域医療研修が開始されました。本院教員指導のもと初期研修医が診療を行っています。また23日からは医学系の基礎の先生方が夜間巡回診察、診療、宿直ですね、を開始するなど、本院だけでなく大学全体を挙げて石川スポーツ総合スポーツセンターでの活動を支援しています。さらに24日からは薬剤師も加わり、インフルエンザの治療を開始するなど、現在増えてきている感染症への対応も行っております。 DMAT、JMAT、石川総合スポーツセンター以外にも石川県等の要請により、医師、薬剤師、看護師など多職種の職員派遣を行っています。珠洲市の避難所をはじめ、能登地域の医療機関、市立輪島病院、珠洲市総合病院、公立市総合病院、公立能登総合病院に派遣し、医療支援活動を行いました。また石川県保健医療福祉本部にも薬剤師を派遣し、調整役を担っています。左下の写真は珠洲市の松陰地区で自宅にいらっしゃる方を訪問している災害派遣ナースの活動の様子でございます。右側の写真は公立珠洲病院の写真です。薬が散乱してしまっているのが分かると思います。ここに薬剤師を派遣してお手伝いをいたしました。非常にビジーなスライドで申し訳ありません。たくさん いろんな派遣を行っています。本院からの派遣のほかに、関連学会や職能団体とチームを編成し、各避難所で活動するなど、多くの本学教職員が支援活動を行っています。この表に記載 しましたように、医師、薬剤師、看護師など多職種のメディカルスタッフが
病院だけでなく避難所や朝鮮本部で多くの支援活動を行っています。また業務上に伴う非道や私たち自身が被災者である点にも十分配慮した対応を行っております。例えば本院の神経科精神科スタッフで震災対応メンタルケアチームを立ち上げ、各病棟に震災対応困りごとボックスというものを設置することで、声を上げづらいことなどの細かな面についても対応をしております。 DMAT を指揮所でご協力いただいた兵庫県 DMAT 姫路医療センターのスタッフの皆さんから温かいメッセージもいただいております。医師、救急救命士、薬剤師とかいろんな方からメッセージをいただきました。最後になりましたが、お引き受けした患者さんの中にはですね、急性期医療の対象とならない寝たきりの患者さんもおられました。健康状態を確認後、問題がなければ転院していただいています。ご理解とご協力を賜ったご家族並びに関連病院の皆様に改めてお礼を申し上げたいと思います。本院は引き続き高度医療の提供と能登地域への医療支援活動を行ってまいります。引き続きご支援ご協力をお願いできればと思います。以上でございます。